先生、手術をお願いします。手術？あんたは誰だ？僕はここに腕のいい先生がいると聞いて来たんです。お願いします、手術をしてください。ああ、そういうことか。わざわざここに来たということは俺のことを知ってきたっていうことだな。ええ、もちろんです。手術代は高くつきますぜ。はい、わかってます。ああ、そうですか。じゃあ手術をしましょう。どこが悪いんですか？実は3日ほど前から歯が痛くて。え？歯？奥歯がズキズキ痛むのです。奥歯がズキズキ？甘いものとか食べると特にズキズキ痛むんです。虫歯？え、虫歯？虫歯になったん？はい。あ、虫歯できた。え、僕ブラックジャックなんですけど。こいつブラックジャックの元に虫歯直してもらいに来たんですけど。どういうこと？お願いします、僕の虫歯を直してください。あ、いや、僕ブラックジャックなんで法外な値段取りますよ。はい、2000万円用意してきました。いや、2000万円も用意せんといて。虫歯で用意しすぎだから。いや、こんなこと言うのもなんだけど、ブラックジャックんじゃなくて町の歯医者さん行った方がいいよ。安くつくし確実だし。いけないんです。いけないんです？なんで？実は家の近くにある歯医者にずっと通ってたのですが、虫歯ですって言われてしばらく行ってたんですけど、途中で行くのやめちゃって、その面倒くさくなっちゃって、で連絡とかも来たんですけど無視してて、で結構期間空いちゃったんで、もう一回行くの気まずくてもう行けないんです。あるけど、歯医者一回行くのやめちゃって、まあ行けなくて詰め物そのままみたいなあるけど。いや、だからってブラックジャックンさんのところにこんといてん。お願いします。いや、じゃあそれは100歩譲っていけないとして、他の歯医者に行きなさい。いや、でもこれは難しい手術なんです。いや、難しいとかないから、虫歯だから。いや、僕の虫歯は親知らずにできてて複雑なんです。あ、それは難しいかもね。親知らずにできてて難しいとか聞くけど、あのブラックジャックン、そんなんできないのよ。あの外科医だから。いかんせん歯は習ってないから。お願いします、やってください。2000万円払うんで。うん、まあそこまで言うならやってみるか。この黒いところが虫歯だから、ちょっと削ってみるか。ウィーン。あ、ごめんなさい。ちょっと、ごめんなさいね。ピノコン。何？チェンチェン。次のページめくってくれる？はい、チェンチェン。ここをドリルで削るといいのかな？ウィーン。ごめんなさい。どうしよう。頑張って、チンチェン。月のかけらを集めて、チャンネル登録し、眠る。チャンネル登録者を集めても、